フラット行こう楽器屋散歩、今回は、田中ヤコブさんにご登場いただきます。よろしくお願いします。エレメンターズミュージックはよく来られる？そうですね、基本的にそのレコーディングとか何かしらあるときはこちらで修理してもらって、仕上げてもらってから使ってます、ね、結構頻繁に来られる？大体3ヶ月1回ぐらいとかは来てるって感じですか。初めて来たのは自分10代で、高校生の時に初めて来て、でそこからお世話になってるんで、もう14、15年とかぐらい。すごい長い付き合いっていう。はい、で今はリペア中心に来てるんですよね。そうですね、なんか何か買ったりっていうよりは基本的に修理とか、うん、空きのセットアップをお願いしてます。なるほど、はい、じゃあ早速店内に行きましょう。いつもリペアで来られるっていうことなので、基本的にはリペアっていう感じで、あと今年の初めぐらいにアンプ買いましたね。サンダーリバーそうなんですよ。サンダーリバー、カーネーションっていうバンドが、の直江さんっていう方と一緒にもう本当遊びに八段で待ち合わせて、ちょっとファンシーな喫茶店になぜか迷い込んで、そこでその後ここにこの辺りとかにそうですね、アンプを置いてあって、でなんか直江さんが最初目つけて、なんか音出させてもらえないよみたいなずっと言ってて、直江さんが弾きたいのかなとかちょっと思って、で弾いてみたらすんごい良くて、今日もさっき家でちょっと軽く録音してたんですけど、サンリバを、はい、サンリバを、はい、自宅録音でも活用して、ああ活用してます。3本がオリジナルなんですね。これもめっちゃかっこいいですね。ステージの下のあれで使ってるやつで、ヤマキっていうギターがあって、ヤマキっていうメーカーのギターをティジオさんの皆さんは愛用してて、皆さんってかティジオさんの太鼓さん愛用してて、それもヤマキさんと呼ばれてるぐらい、お客さんの間にもこう私の愛機ヤマキさんって紹介されるようなギターで、それのこうレプリカじゃないんですけど、アコースティックギターなんですね。アコギなんですよね。エレキ化するっていう。なるほど。新ヤマキさん、新ってC4 のシーンです。あ、はいはいはい。THI のゴジラの新ゴジラと、新薄いゴジラ、薄いゴジラ、薄いヤマキ。新ヤマキさんっていう。よく見ると T ヤマキさんって、T ジロスの T と、本当だ。新の T がかけて、T ヤマキさんって書いてある。うめえ。すごい。小さくよく見てもらうと、3って書いてあるんですよ。ヤマキさん。本当だ、本当だ。で、3はね、まさかの。なるほど、そんななんかトリプルミーニングみたいな。そうそうそう。すごい。そうなんですよ。で、ミリメーターズミュージックってのは縦にこう配線、それが絶対 T になるようになってるっていうね。おお、すごい。へえ。そういうデザイン。本当だ。めちゃくちゃ畳みかけるような。畳みかけるような。意味が。意味が。ボリューミーな。すごい。素晴らしい。真ん中のはどういう。これ真ん中のは一番初めに作ったプロトタイプなんですね。そうなんですね。すごい独特なヘッド形状で。フューチャリスティックドラゴンっていうギター。かっけー。そうなんですよ。でこの時はトラスロット、オリジナルのトラスロット使ってるんですけども、まだヘッドが貫通してないんですよね。よく見ると。あ他のギターは向こうが見えるんですよね。あ、本当だ、そうですね。これ見えるような状態になってる。なんで向こうが見えるかっていうのを、裏から弦張ったままトラスロット調整できるっていうので、カバーとか外さないとできなかったりとか、弦ちょっとこう避けないと調整できないじゃないですか。調整を考えての。じゃあそっちから行ってみましょうか。せっかくだし、この山木さんからちょっとこのモデルですね。山木さんから行きましょうか。ちょっとまずこっちを。ぐらいにしてあげると、なるほど、佐藤さん、あ、全然。新山木さんなので、山木さんというそのアコギの感
飾りですがこうホールがこうついていたりとか、なるほどなるほど、このホールとしてピックアップカバーとして、ね、転生したみたいなイメージになってるんですけ ど、 このブリッジとかもですね、ブリッジのデザインのピックアップなんですね、これリアピックアップが。あ、パッと見アコギのようにもやっぱ見えますね、うんうん、形状的に。いわゆるエレアコとも違うアコエレみたいな、あ、はい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 、感じにしてますね。まずアタックが来るっていう感じでいいですね。そうですね、キャンって、キャンってきます、ね、あ、素晴らしい。これもこれで、うん、よいしょ。これもね、こうジャックとかがこういうところに入るようにしてはい、すごい。ジャックプレートもこう独自のあれで、裏もこういう感じで。おお、しかもこのストラップですか。あ、ストラップピン、これもなかなかオリジナリティあるストラップピンに変えてあって、っね、エディ・ヴァン・ヘレンをこうトリビュートして。このヘッドの形状はどういうコンセプトとかあるんですか。まずすごい独特で、先に始まったのがヘッドのこのレイアウト、うん、2対4にしたくて。これで辻褄が合うデザインからまず始めて、なるほど。ちょっとピックアップカバーの柄とかもこういう別光とかにしてあったりですね、ちょっと珍しい感じですよね、うん、こういうとこもこう黒パールにしてあったりとかして、うん、あ、本当だ、そうです全然また印象違います、ね、ですよ。弾いたままフッと落としてもらうと結構和音のままハーブこういう感じのスライドみたいな感じがやると下げた感じのところができる。全然ライブすぐ持ってってもなんか使えそうな感じですね。途中なんですけど、すごい。わ、ピリカっていう。これがピリカ。ピリカ。あ、かっこいい。あ、もう穴もザグリも。すごい。そう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 、すごい。ピックアップを。シングルと。そう、ハムバッカースタイルのやつというか、ちょっとこれもオリジナルで作ってるんですけど、ちょっとまだこれ間に合わなくてやったんですけど。いやー、すごい。そうなんですよ。あ、注文をしていたんですね、オーダーを。今日あのやっていただいて、ね、なるほど。SG タイプで、そうなんです。ここう注文でこだわった点とかって何かあったんですか。でも確かピックアップをちょっとそのシングル、そうストラトと言わないけど、そう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 、そのいつもハンバッカーばっかり使うんで、はい、そうです。でちょっとシングル的なやつがなんかいいかなという感じで、うん、ポールピースがこう後ろに16個ついて12個ついてるから、うん、ハンバッカーっぽくは見えるけどサイズは P90 っていう感じにしようかなと思って、うん、でノブがついてから多分初めてなんでその辺の位置を確認してもらいたいなってのも含めてね。素晴らしい。あ、でもバッチリっすね。ですか。はい。でこれレイアウトとしてはこれでフロント真ん中でこれとこれのミックス、はい、でこれでリアのシングル、ここでリアルハンバッカーになるようにしようかなと思って。
そうなんですよ。フォーポジション。フォーポジションで。こと、ここが。で、最後、はみ出たところがハンバッカーって感じでしょうか。なるほど、なるほど。収まってるところのうちはシングルコイルで。だから、これは非常に、ライブとかですごい使えるんじゃない、うん、そうですね、かなり使えそうな。こうキャラが常にハンバッカーだと、うん、ギター持ち帰るのもっていうのもあるんで、うん、なかなか潰しが効かないみたいなのありますね。あ、そうなんですよね、うん、そこがそうだからピックアップつくのすごい楽しみなんですね。すごい、これは楽しみですね。ちょっとぜひ音も聞いてみたいし、ね、見てみたいですね。その時また取材してください。もあの太いんですけど、すごい握り心地よくて、割と SG に使ってる SG に忠実な感じ。いや、それ太いですね。そう、全然、そうですか。全然太くて、むしろなんか自分が太いのってちょっと苦手かなぐらい思ってたんですけ ど今こうやってなんか弾いてる感じだと、結構太いのも割と嫌じゃないぞ。そう、全然むしろなんかあれこっちの方がいいのかなみたいな。F でもここの小指が届く。すごい。いいっすね。生音から非常にもう、うん、あのね、もういい感じになる。お店に来た時からなんかこの辺りの雰囲気というか、あのお店の雰囲気は本当にずっと変わらないというか。変わらず。そうなんですね。なるほど。不思議とここ来るとちょっと。高校の時の記憶とかなんか蘇る感じしますね。なるほど、実家ですね。初めて来た時冬だったのすごい覚えてて、冬っていうか1月か2月ぐらいのなんか結構寒い日に来たことを覚えてて、その時の天気とかもすごい思い出します。これその時からラインナップって結構国産のビザール系とかが中心だったんですか。多い時と多くない時によるんですよね。それもそれは特に集めてるわけじゃないので、気づいたらそうなんです、集まってきているっていう。我々の人間性がビザールな感じ。どうもビザールな自体が集まるみたいなのはね。なるほど。いや、なんかいつだったかなんかここにその修理来てる時に、うん、なんかちょっと印象的だったんですけど、うん、あの確か多分10代とか中学生とか高校生ぐらいの子が来てて、うん、SG でなんか悩んでて、うん、でなんかどっちがいいっすかねみたいなことを確か松田さんになんか相談してて、うん、で最終的にその子はなんかトムソン、ギャランだかトムソンだかみたいな、ギャバンかトムソンか、はいはい、買ってて、でなんかそれはすごいエピソードだな。自分とかだったらちょっとなんかそのエピフォン進めがちですよね。そう、そう、でもそれをその本人はなんか見た目がなんか僕こっちの方が好きだなって思ってて、はいはい、でなんかそういうところもなんかこう尊重してる感じというか、なんか決してそのこれは初心者用だからとか、なんかでこっちはちょっとビザールだからとか、そういう偏見というか、なんかそういうのがあんまりないというか、はいはいはい、垣根ない感じって、なんかあやっぱミリメーターだなみたいな感じがすごい。いいですね。はい、なんか彼のこだわりみたいな。そうですね、こだわりが。ね、最初のギターとかは特にこう思い出深いものなので、うんうん、挫折しないためにも、その方がされないためにも、うん、始めやすいギターで始めてもらいたいっていうのもあるんですけど、同時に気に入ってるギターで始めてもらいたいっていうのもあるんですよね。限界はありますけど、やっぱり、うん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 、その中でやっぱり全力で努力して、なるべくその感じに近づけて気に入ってる部分を逃したいっていうのは販売する際にあるんですよね。なるほど。ペダル系は確かにちょっといろいろ。あ、でもこれあれだ、あのエフェクツベーカリーとか。あー、これですね、可愛いやつですよね。これ話題ですね、最近。あと僕がヤコブさんにおすすめするのは、あ、タバコのアンプ、スモーキーアンプ、結構音いいんですよね。あ、これいいな。これは録音で活躍しますよね。そうなんですよ、意外と。これおいくらですか。これね、多分ね、2500円ぐらいだと思う。すごい。これ電池ですか。電池です。あ、これは録音でも全然いけるんですか。マイキーですよ。鳴らしてみます。 あ、いいですか。じゃあやってみて。じゃあ9ボルト入れていただいて、はい、あ、すみません。もうじゃあ、
弾くのみたいな。ちょっとやると。こちらをありがとうございます。あ、そうか、500円玉が100均で財布買ってる私。マジですか。100均ですか。100均の財布、あ、もうここもね、あのバカになってもうやばいんですよ。これはなんかこれもやれ感がもうこいつとあ、なんか並んでる。2610円となっております。60円、はい。あ、ちょうど多分あります。はい、はい、すいません、はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません。匂い嗅ぎたくなりますよね。ちょっとじゃあまた連絡します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日のところはちょっと困るで、申し訳ないです。すいません、じゃまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はどうでしたか、一日。あ、いやいや、もうなんかいつものミニメーターっていうか、うん、割とあんな感じというか、うん、雑談から始まり、そうですね、はい、で挨拶してやってもらった間に喋るって。あの、ヤコブさんのオリジナルギターができるっていうのが結構楽しみですね。あの段階のその自分のモデルができたのを見てどうでした感想。なんか結構段階的にはこうチラ見せしてもらってて、うん、そうなんですね。木だけのとかもあれば、うん、あ、そうなんですか。今ブリッジとかついて弦張ってもらってとか、なるほど、弦張る前の状態とかも見せてもらってます。あ、そうなんですね。いやー、いいですね。最初はなんかそのシェイプどうしましょうみたいな話から始まって、うんうん、だからどんどん組み上がっていく様がね、うん、こう段階的に見てるので、なるほど、なんか楽しみです。そうか、腕使ってるのをこう見れるのを楽しみにしてます。ぜひぜひ、はい、そうですね、早く完成、使いたいですね。いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。